笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでイタレとか。いや違いますよ、ホワイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、吹いてみようやど。あ、よし、あや、あ、わかった、どうぞどっきときよ、せーの、どーれー。なに今のみんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、どうしたんだろう。はい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 、はじまとおびんど、はい、始まるんですか。うん、あ、この前のキレキレカルちゃん応援の応援した皆さんありがとうございますね。見事勝利しました。あ、どういたしました、うん、はいはい、ありがとうございました。それで、はい、糸満の大里の皆さん聞いてますけどね。 でそれで、あの、今日数回隊の方来られる予定だしたけど残業というから、もう今日は残念、また来週回ってきてください。はいはい、始めますよ。はいはい、ここまでジングルです。はいはい、はい、セイリンタロールマリン、はい、MC もみやび、はい、はい、はい、皆さんこんばんは。 3週間ぶりのみんなのイケペ、みんぺです。お願いします。ハギトンドリエ、ハギチョンド。はい、なんと今夜は RBC アイラジオ柳田区のインデナイカが900回なんだって。で、番組中に気になるラジオネーム、メンソルブラザートムさんが聞こえました。フリムーンラジオは何回続くかな。今夜もよろしく、ホワイティニシエルでーす。はい、はいはいはい、こんばんは。たくさんの誕生日メッセージありがとうございました。骨折です。あっし、いくつだったかね。もう39歳。あっし、ないんじゃ。はいはいはい、次。あ、俺も。うん、あっしゃテンポよ、あっしゃびよい。はい、ね、泣き人からの帰りがけね、うん、渋滞巻き込まれてちょっとイライラしてました。事故で。1時間ぐらいかかった。そこ抜けるだけで。はい、エコザイルです。はいはいはい、あれ沖縄北のところだったね。沖縄北、山里、うん、よしよしのトンネルのところ、うん、六代ごっつんこ、そうそう、もみが六代、うん、六代やるね。はい、知り合いがいました、うん、知り合いがいました。四トン車の四トン車の知り合いが知り合いがいましたとよ、はい、今日はお先の進化、あ、もう次行こう、もみ、うん、いっぱいいるから、はい、はいはい、じゃあ次、はい、うん、あっちは、あっちはもう、はい、自己紹介してもらわない、はいはい、じゃあ、はい、自分から、はい、あ、初めての方いるね。どこの2かなと思ってさ、最初、はい、イケスの皆さん、注文、かわいい子は、では、はい、前に前に、はいはい、うるさい、はい、入ってないな。入ってない、なんで入ってないんですか。1円、1円、ね、おじさん、ありなさい、ね、うん、300円金取っちゃダメ。はい、皆さんこんばんは、はじめまして、私、ちいかと言います。沖縄県内で歌ったり踊ったりギターの弾き語りをしているボーイッシュなアーティストこと、ちいかと申します。よろしくお願いします。はいはいはい、皆さんこんばんは、お久しぶりです。準レギュラーの春水です。よろしくお願いします。春さん、春水です。はい、カラジが赤になってるね。そうなんです、ちょっとね、あの、イメチェンしようと思って金髪にしました、人生初。いや、いやいや、それに影響を受けて、はい、そうです。よろしくお願いします。はいはいはい、ちょっとキスマーク見えてる。どこにですか。言えない、言えない、お前、塾長好きだろ。いや、すっげえ名前や。進めてもらっていいかな。はいはい、はい、はい、じゃあよ、というわけで、オープニングがお送りいただいたメッセージ、はい、というわけで、今夜のテーマは、フリー
あ、フリー。いかに、いかにやる気がないかってことでしょ。決して2週連続なんでしょ。決してテーマが思いつかなってわけじゃねえ、ねえ、ねえ、全然ないんだよ、全然ないんだよ。じゃあ、先週さ、読み残しが結構あったんで。そうそう、読み残し、はい、なるほど、うん、今週も続きて、うん、もうみのせいだよ、誰とのせいとは言わんけどよ、下ひゃ、下ひゃ。というわけで、16分頃からは早原姉さんのいい加減な人生相談コーナー。エコさん、本日は早原姉さん出勤でしょうか。多分来てるはず。あ、本当よかった。あ、下にキャデラックがあったから来てる。あ、じゃあ来てるね、オッケー。あ、いや、あのピン、さすが。ピンクの、ピンクのやつね。金の。あ、金だった。あ、金の方ね。金キャデ。あ、金キャデ。オッケーオッケー。二台持ちですか。うん。中夜オープン総裁や。の人生相談コーナーとゲストいじりのコーナーがあります。そして40分頃からは名古屋支部からの中継となっています。なおメールアドレスは moon@fmginowan.com moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木闘牛のキラキラグループ、創業67年、中村製菓、民謡居酒屋やっても俺、南栄開発株式会社、トリプルエイト、カズ解体、フリムーンファミリーの提供でお送りします。池平さん、久々に行く？何を？ああお待たせしました。このコーナーですよ。3週間ぶりの棒です。はい、ますイエス。サイマル放送もやっています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。ホイチさん笑うな。いた CM です。3週間ぶりなのにボーって。月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムーンラジオに夢中です。フリムーンラジオ。待ってよ。はいはい、フリーということで、はい、うん、何でも OK ですよ。はい、その前にちょっといいですか。はいはい、僕9月になって初めて参加するんですけど、はい、フリムンラジオ今月で3年目ですよね。3年なのか。 10月あれ10月号や。 10月来たら、うん、10月。あ、9月はあれだ、ちょうど僕が車と事故って1年目ですよね。おめでとう。肋骨折ったのが今頃だ。元気になった。おめでとうんとん。はい、今考えればあれが影響で棒になってるんです。いやいやいや、その前からだろ。一年キャラからいいさ。一年キャラデイジローすごい。馬じゅうと落とすんですごい。公開まぶいぐらい。はいはい。いいね。チャスが先週のメール？うん、先週のメール、じゃあちょこっととうとう、はい、しゃくっと言っちゃっていいかしら。うんうん、こんばんは、フリムーンメンバーの皆さん、先週のねゲストのまやさん、リスナーの皆さん、うん、兵庫のミーさんです。はい、ミーさん、はい。うん、早速ですが今夜のテーマはフリーですね。皆さん、以心伝心、テレパシーについてお聞きしたいです。親子とか兄弟とかの関係での不思議なテレパシーってありませんか。例えば大阪に姉が住んでいて、私は兵庫県で、
電車で1時間から1時間半離れているんですが、手土産に私はどら焼きを買って持っていきました。すると姉が全く違うお店で私が買ったのと同じメーカーのどら焼きを買ってきているのです。それに驚いたのが同じカバンを持っているのです。聞いてみると姉は友達からプレゼントしてもらったというのです。私はそんなこと全く知らないで楽天でポチッと買いました。ちょっと怖かったです。大したことないけど小ネタはいっぱいあります。皆さんはそんなことありませんか？私はしょっちゅうあります。それでは皆さんまたメール出します。まったよーんって。あー、はいはいはい、すごい偶然、はい、偶然すごいこれ持ち寄ったものが一緒っていう。あー、僕、うん、実家で暮らしてる時に、16歳の時だったんですけど、仕事帰りにジャンプ買ってきたんですよ、父ちゃんも母ちゃんも弟も買ってきて、家に同じジャンプが4冊あったって。あら、お母もジャンプ。お母さん、お母さんどうしたの？お母、あの時ターちゃんと何かダークシュナイダー好きで。父ちゃんは男塾とドラゴンボール。あ、じゃあ中の内容はムルバラバラやんば。一緒一緒。あ、ちょちょちょ、本じゃなくて好みよ。バラバラ。誰も買わないだろうからって買ったら4名買ってたっていう、すごいすごいね。4冊、維新伝心すごいね。よっしゃ、やいらないっすね。きついな。ジャンプもあんな跳ねたらね、4回も跳ねたら嫌だよ。わた、おじい、おと、わん、息子ハゲてきてるよ。これもかな。それは遺伝。あ、やんば。維新伝心じゃない。 DNA 心はいらない。 DNA 金火団の呪われたち。よっしゃ、やうがん息子。なデジだと、うんかぶつか。はいはい、次のメールじゃあ、ありがとうございます。あ、キラキラのモーラーですって。あ、モーラーさん、はい、ブリムーンの皆さん、名古屋の皆さん、先週のモーラーさん、はい、お疲れ様って、はい、今日のテーマフリー待ってましたって、日曜日石川多目的ドーム行ってきました、はい、カルちゃん応援にって。ありがとうございます、来てたね。感動的な復活戦、しびれました。あ、カルちゃんマジ強いわ、もみ泣きそうだったよ。あ、話し合い時間までよろしく。そうだね、泣いてたよ。泣いてたよ、泣いてたよね。なんて言うの、漏らしたわけよ。興奮してよ。やっぱり40、50名になったらあれやさ、ちょっとパッキンが緩い、買ってこないんだめ。チーカ、毛も尿も抜ける。パッキン買ってきてね。パッキン、パッキンって分かる？ なんでチーカン頼んだ。私ですか。あ、ニコニコやっとけばいいから。このおじさん、あの踏み込まんほうがいいから。あ、今度はじゃあまたカールちゃん11月あれしてまたお祝いしようね、みんなで。はいはい、ありがとうございましたね。強い牛っていうのは肉も美味しいんですか？硬いわけよ。硬いんだ。オーラス牛は硬いもんな。筋肉で。筋肉で。あ、ステーキ、上位ステーキ食べられんよ。ハタタン。じゃあ、これじゃあ、もみ読んで。え、わ、これダメ。わかみやら、しむしが。もみの友達から来てるさ。あ、そうだ、そう、これはもみさんだ。読めないもん。はい、行きますよ。はい、さあ、イスケベホリムンの青年会の皆さん。まはよ、生きがの、ゆうさばちゃいやいびしが。はいはい。生まれ変わったら何になりたいのり、イールティーマやしが。もちろん夢は大きく、西野かな、比嘉恵子ねえねえの運転手や、マジュン、チャーヌライリーだはずだから、生まれ変わったら、前川主権さんみたいに泡盛じゃんじゃん飲んでヒアルがヘイみたいにちょめちょめあっちゃめーほーめーには触らないよって歌ってみたいさ。リクエスト、マーヤーのアカペラでワンとスミロクフラヤ。これちょっと言えないや。何言ってるか意味わかるんでしょ。わんまあまりわからん。わかるけどよ、これ言えないわけよ。ちょっとやばいのだけど。またライスって書いてある。またライスウェアサイに。さっき会ってきたけどよ。メイクもさしといて。一言もノイランド。ちょっと待ってからよ。でも頭の中ではこんなの考えてるわけよ。これはちょっと言えないやつ。サバちゃんよ。チカ後から教えるよ。ないよ。はい。襲わなくてもいいと思う。あらんど。うちらうちならとかんと。下の手でも。はいはい、次、はい。はい、いくよ。ラジオネーム、アルファウィング、ケインさん。はい、ケイン、はい。ね。どうも、先週のね、マヨスさん、エコザルさん、ホワイティさんと愉快な皆さん、グッドイブニング、そして、スーパーズンバマスターのマヨさんね。うん。もう今まだズンバ行ってんだよね。行ってるよ。先週、通風で遊んでさ。あ、もう。今週よ、今週。もう行かなくなる予感がしてくる。あらんど、来週行っちゅんど。いい。
チビが俺を待っている。お尻が、うん、うん、あーマヨのみんないっぱいいるミワから。はいはいはい、どうぞ。今夜のテーマがフリートのことですが、残念なお知らせです。今月末に開催されるビーチパーリーですが、その日はタイミング悪く月末締めの事務作業と棚卸しと重なったため行けなくなりました。それとは別にバースデーにあたる23日は東京への1泊2日の弾丸遠征行くことになったので、マヨさんも出演するコザお笑い劇場も顔を出せそうにありません。せっかくの機会だけに今月は苦渋が悪いのか、ほとんどスケジュール合わなくて非常に残念無念ですが、またお会いできる日を楽しみにしますね。ではではまたゆたしくです。はい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 、ね、残念だね、ビーチパーティー来れないったらね。えいうことよ、来てほしかったけど ね、また今度 ね、次にケイン、来年のビーチパーティー、ケインといえばね、どこでも恋ダンスする人だから、ね、うん、あ、すごいよあの人は。いまだにするから、久米島から泳いでくる、いまだにするから恋ダンスでしょ、うん、ホヘホヘホヘって。オッケーオッケー、はい、じゃあこれ先週までのメール、で今週も、うん、今週もありがたいことにミーさんが、あ、ミーさん来てるわ、ミーさん来てる、それ、今週も引き続きフリーは、テーマフリーなんですね。それではこんな話はどうでしょう、はいはい、あ、ごめんね、フリームメンバーの皆さん、ゲストの俊水さん、ちかさん、リスナーの皆さん、はい、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、はい、あれは今年の3月後半の出来事をやったと思います、うん、名古屋の味噌煮込みスキーさんと私は神戸で一緒に食べ歩きをしていました。それで私よりグルメの味噌さんの方が神戸の美味しいところをよく知っているので、味噌線のおすすめの店、神戸三宮センタープラザにある焼きそば専門店永田本庄家に入りました。それはそれはめっちゃ美味しくて最高に気に入ってしまいました。生ビールも飲んで上機嫌で帰りました。そして次の日、みそさんからメールが来てびっくり、私たちが行った焼きそばの店火事になってるよ、ああとのこと、気に入ってたのになんでやねんてか、私が行ったからかななんて考えさせられました。みそさんごめんなさいよ、これに懲りずまた一緒に食べ歩きしましょうね。私たちが食べてる時に火事にならなくてよかったと考えるようにしました。それでは皆さん、またメール出します。まったやー、すごいね。みーさん行った店が火事。あれ、みーさんが行くところや、消防車は待機しみとった方がいいよ。あー、そばんじや、ね、みーさん行きます、消防車、すごい呼んでから、すごい、なんかこう、熱くさせるんだはずよ、みーさんが。いや、それは、まさすでじゃないか、なんかしりしりしてから、すごい椅子とかよ、音ごと。しゅんすいさんたちは、なんかある、なんか、うわ、まさかっていうの、うん、行ったところでまさかこんなことがみたいな。あれ近い。だから、うん。いやー。スイスイは内地からこっちまで聞いてくれ、うん。だから沖縄でびっくりしたことある？沖縄でびっくりしたことですか？うん、ちょっと変わってるなっていう。おー。でもやっぱ。僕はわあなと。やっぱモーミさん。あー、こんなね、カルチャーショックでした。こんな変態がいると思うんですよ、はいはいはい、はい、じゃあモーミーが巻いてるんで CM 入ります。はい、
始まってんの？始まってる、ね、ごめんなさいね、久しぶりだから。どうしたの？時差ボケ？ちょっと論化けしてたから。はいはい。でもしろこちゃん気づいた？はい、うん、何？姉さんリニューアルしてる。うん、ほらなんかあれ？ほら。あ。ちょっと今あの懐かしのケントデリカットみたいにしてるけどわかる？でも目は大きくならない感じがね。トランプマンに近くなってきた。知らない、まだ生まれてないからわかんない。お姉さんそう、うん、若い時はトランプマン似てたんだよっていうおじさんたまに聞くんだけど。誰それ知らない、わかんねえよしか言えなかった。でどうなの、今日も来てんの？来てるわ来てるわ、サクッと行くわよ。泉佐野の特急サザンです。あら好きね。僕来月沖縄に行くんですが、その時早原姉さんのお店に行きたいんです。でお店はハエバルのどこにあるんですか、教えてください。はい、わかりました。あの、役所で聞いてください。おっと、役所で案内してるの？役所のあの、うん、サービスカーで、うん、案内してます。ハエバルの役所で？そうよ。ハエバル役所ってあるの？それは、ハエバル役所の場所は、うん、あの、うちのお店で聞いてください。あ、なんかもう、堂々めくる。俺があいつで、あいつが俺で方式で。なんか役所みたいね、なんかいろいろたらい回しにされて。サザンさん頑張って。じゃあいい？来てるわよ。ちょっといじりたいんだよ。何？来てるって？来てるわ。さっき名前出ちゃった。ああ、来ちゃったの？どうもこんばんみ。み。いつ陽気なシャイボーイ。ラジオネーム三代目メンソールブラザートムです。台風が過ぎてだいぶ夜は涼しくなりましたね。さてさて、なんとあの沖縄を代表するアーティスト。アムロ養鶏場がサーターアンダーキーを引退するそうです。最近デビュー25周年を迎えたばかりなのに非常に残念です。歌って踊れるサーターアンダーキーを目指し、ついには日本を代表するアーティストになったアムロさんは沖縄の誇りですね。ところで姉さんは砂糖天ぷらを食べてチーチーかかしたら何を飲みますか？僕は高齢グースを一気飲みします。それでは最後まで頑張っちょーん。今日ともちゃん受けてんじゃないの？どうしたのかしら、らしくないわよ。らしくない、ね、らしくないって言っちゃダメ姉さん。いつも散らかって終わりになったのに。あらともちゃんどうしたのかしらね、童貞卒業したのかしら。じゃあもういい、時間ないからちょっとサクッといじっちゃうわよ。やっちゃって姉さん。そこの隣に座ってるニューキャンディーは誰？ニューキャンディー。私ですか？キャンディー。ああ、キャンディーはですね、歌ってます。でしょうね。はい。じゃあもう、あの、その隣のね、シュウさんは前も何回も来ていくからいいの。じゃあ、キャンディーに、ニューキャンディーにこれだけ質問させて。はいはい。いい？行くわよ、はい。エコーいいかしら。行くわよ。おじゃあ行くわよ。週に何回？はい、サクッと答えて。答えまで返さないんだから。週に何回？ちなみ に、はい、お隣のチャラ男は週に3回もしてんだって、はい、へえ。すごいわよね、人の番組でぶっちゃけちゃって。小座では結構爽やかぶってるんでしょ。汚い男は。さあチーカ答えて。キャンディーは週1ですね。週1だ。おお。週一ですね。なるほどなるほど。はい、週一週一。まあまあ女の子はまあそんなもんでしょうね。はい、眠れない夜とかでしょ。じゃあ見せつけるかのように巨乳を移して帰りまーす。ちーかごめんね。お疲れ様です。お疲れ様です姉さん。このホルモンの番組やって順に。わたふらと思われてないかや。だっからよ、リスナーまでみんなフリムン封じになって、そろそろフリムンラジオ終わるんじゃないか。はい、ノガマリはフリムンの人大好き、萌え萌えキュン。フリムンでよかったっすね。よかった、生まれつく感じを見せたよ。フリムンラジオ。はい、ね、すごい濃ゆいですね。濃ゆい番組でしょ。もう3週間ぶりぐらいのこのドキドキ感。ねえ、ドンビー初めて来て。わかるこのドン
ドン引き感はね。ちいかまずい、あっち小さいあの部屋があるからさ。はい。あのお姉姉と一緒にあっちゆっくりなん脱談でもしてごらん。はいはい。お姉さんとさっきの。はい。うん、結構辛いことになるんじゃない。いや、一皮も二皮も抜けてちゃうっていう。市のアイデアとかが降りてくるかもしれないし。降りてきやすいかもしれないですね。スイスイは慣れてるからいいわけよ、まだ。そんな近くのほら紹介しましょう。ねえ。歌とか流して。ああ、はい。ありがとうございます。ね、はい。歌ってもらったねえ。お、いいんじゃないですか。おお。おし。え、歌うんですか。うん。いいんじゃないかな。うん、結構歌っていいと思うよ。ちょいと歌ってもらって。ちょいと歌いますね。ねえ、歌声聞かせて、はい。僕が16ビート刻むので。いやいや。いや違うそれ絶対違う16とかじゃないじゃあサビ歌いますね、はい、おじゃあアカペラで歌いたいと思います、はい、聞いてください私のオリジナルソングでメッセージですいつだってあなたに届けたいこの声に乗せてどこまでも伝えたいメッセージこの前高校を遠ざけるところなんか紅白の和田アキ子のミュージシャンそれか FNS の玉木浩二のはぁ、あ、すごいやつさどこ持っていくんかなってまた U ターンしてU ターンしてね歌手みたい歌手ですか優先みたい歌手みたい優なすごいやつさパーリーだよもうありがとうございますはい今日パチパチありがとうございますもったいないよだから今日やせっかく来てるの歌えばよかったのに何の話だったのシュンちゃんが来るといつもこんな番組がちょっとピンク色になってしまう申し訳ございません近々ライブなんで近々決まってはないんですけれども、うんうんまあ、今のところ、はい、あそうですね、うん、さっき今さっき決まったんですけどここで重大発表を、はいはいはい、重大発表って言っちゃう。もう私にとっても本当に重大発表なんですよこれは、はい、では重大発表します、はい、12月17日に私あの春水のワンマンライブを茶壇のモッツでやるんですが、うん、そこにですね、さっきちょっと交渉しましてちかちゃんがスペシャルゲストでオープニングアクトを飾ってくれることになりました。いや皆さんこの美声が私のワンマンライブ来てくれたら聞けますのでぜひ休みに生で聞ける生話も見れるそう生話も見える生和田アキ子も見える生テイクアウトテイクオフテイクオフとテイクアウトテイクオフってもうどうなってるんですか離れてるだけだよ超えすぎ超えて終わったんですそうなんですよねはい本当にありがたいことに、はい、さっき決まってなんか生放送っぽくてくいいですね12の17はい12の17です、はい、12月17日です、うん、何曜日日曜日です日曜日、はい、日曜日夜ですねぜひ皆さんぜひ見てくださいお待ちしてます待ってますまた近づいたらまたリクエストに出ればいいさそうですね2人で行きます、はいうん、またお願いします、はい、お願いします、はい、いやああ最高やったしさはいそうです、1枚500円で販売してます安い安い安い何曲入りなの2曲入りで安いあ2曲とも1曲がまた同じみのインスルメンタル1曲250円さそうですねはいそうなのかこちらですはいこれはどうなのいい歌なの悪い歌なのいい歌ですいい歌かも、はい、いい歌だろうこれえサビしか聞いてないけど歌の内容どんな歌だっけ歌の内容メッセージっていうテーマを掲げて作ったんですけどもう誰にでもメッセージが伝わるようなちょっと曲になってますのでぜひ皆さんに聴いてほしいですねなるほどはい、はい、やってますあ
ツイッターもインスタグラムもやってます。ツイッターは何で作ってるの？チーカーで。はい、そうですね。アットマーク EX アンダーバー CHIKA 全部小文字アルファベットで表示されてます。はい、銀のおたるさんがツイッターで、はいはい、ちかさん自分のラジオ番組も宣伝したらって、はい、もうこれから宣伝宣バンバン宣伝してから、あ、今大丈夫、神田のはもういいよ、はい、宣伝して宣伝思いっきり拾ってるじゃん。思いっきり立ち切ってどうするの。ダメよ、悪い顔してる、ダメよ、黒ペンです。さあさあ宣伝するがいい。引きずられますね。はい、宣伝だやれや。あれ、へくない、はい。ラジオはテンポ大事。自分の番組の紹介を。はい、番組、はい、あ、ね、そうですね、はい、うん、そうそうそう、それだよ。そうですね。でも毎週金曜日午後1時半から30分番組でチカピカボイスという番組をやっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。イエーイ。あ、これはどこで？FM ギナン、こちら、こちらの。あ、本当にな、はい、だから要は僕なんか瞬間なんですよ。あ、そうな、じゃないのはしゅんちゃんだけどな。あ、大丈夫、あのちっちゃい声だ。純レギュラーと言い張ってるから大丈夫。そう、ここでもスパイなんですけど、ね、鳴ってるよ。そうでーす。はいはい、じゃあそれでは、じゃあ、はい、告知も取れてた。どうするメール、はい、名古屋、ああ、あるスイスイは、あ、僕ですか、スイスイ、私ですね、メールがね、はい、しゅんちゃんも宣伝しれ。はい、そうです、あ、そう、これだ、はい、10月7日に、うん、はい、ライブギノワンっていうライブに、ギノワンの海浜公園で安室ちゃんが、ライブしたところなんですけど、はい、そちらで僕もライブやります。おー、あー、そうなんですよ。2日続けて2万5千人。そうです、そうです。いや、2万8千人来るよ。そして来年引退発表。そうです、はい、よろしくお願いします。電撃です。もうすぐな。はい、もうすぐです。で、日本でやめてアメリカあたりでやります、また。あー、はい、そういう感じします。行ったら言いました。ということで、あの10月7日に、6時ぐらい、夕方6時ぐらいに僕たち出演なんですけど、無料です。バンドでやります。ぜひ遊びに来てください。お願いします。これじゃあ何名かアーティスト集まってから。そうです、そうです。はい。選ばれた、うん、あの、選出された人たちが、はい、そうです。オーディションがあって、通ったので、はい。すごい、しゅんちゃんじゃオーディション受けて？そうです、オーディション受けて。いくら裏で渡したの？30万です。結構なあれ。結構かけてるやつ。かけてる。これにかけてます。これにかけてます。言っちゃっていいのかな。これにかけてます。お願いします。はいはい。以上で。以上です。いつもありがとうございます。じゃあ、メールいっぱい溜まってるんで行きましょうか。とうとう、はい、ジャパルネイ。はいはい。じゃあ、行きますよ。はいよ。フリームーンになってるね、うん、はい、痛い痛いって。フリームーンの皆さん、こんばんは、アレックスです。はいはい、今日はね、近所です、近所。なんていうか、ホークス対ファイターズだから、うん、試合が超気になるんだよねと、うん、気になるね。そういや、今日からピンガンだねって。ピンガンだね、ピンガン、うん、はい、早く暑いのなくなればいいのにねって。皆さんは読書の秋、食欲の秋、何の秋ですか？私はプロ野球の秋だわねって、うん、はい、これ野球好きやさや、うん、ね、スポーツフォーカルでもちょいちょい、あ、出るよや、うん、はい、皆さん、はいはい、何の秋、はい、通風の秋でるわ、うん、それわかる、うん、よいしょ、よいしょ、行く、はい、はいよ、泉佐野の特急サラダ行くよ、はい、はい、フリムメンバーの方に聞きます、うん、内地のもので、過去建物でも、うん、沖縄にあったらいいなというものありますかって。建物、秘宝館じゃない？お？なんで？こら、こら、こらで内地の建物思いついたことはすぐ口に出してしまう。悪癖があって。本当だね、黒ペーだな、本当にピンクペース。はい、そんな来てるよ。はい、フリムンネームエイミ姫です。フリムンのスタッフの皆さん、ゲストの春水さん、ちかさん、名古屋チームの皆さん、フリムンズの皆さん、お疲れ様です。今日のテーマフリー、骨折さん、お誕生日おめでとうございます。はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、うん、今日は私の妹のひーこの誕生日です。
国頭村にお嫁に行ってます。あ、ヒーコーね、クイナとカラスとコウモリしかいないさと言ってる妹であったかっこ笑。私と妹の旦那はモーラさんの同級生で友達のフーミーさんでした。世の中は狭いですね。モーラさん、妹ともどもよろしくね。ではまたまた。すごいね、エミさん。すいません、ソルちゃん、モーラさんに直接言ってもらっていいですかね。うん、多分直接も言ってるんだはずよ。しんちゃんと会う前かモーラさんがさっき言って。ああ、え、うん、あの兄弟なんです。こらこら、あー、いや、ディーゼス、こらこら、お子さん、こういう時すぐピー入れないと。うん、はい、行くよ。はい、行くよ。はいはい、こんばんは。フリムンラジオのモミさん、エコさん、ホワイティさん、名古屋のダンサーズさん、ミソニコミスキーさん、マスクメンさん、ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。はい、トロンボーンさん、はい。今夜のテーマフリー、安室奈美恵さんが来年引退するらしいよ。話変わり、皆さん算数は得意ですか？数学ではなく、この前ネットを見てたらかなり難しい問題を見ました。答えが分かりません。皆さんなら分かるかなと思い、一応写メ添付してますが、問題はノートは100円で筆箱より20円安いです。消しゴムはいくらでしょう？皆さん分かりますか？分かるか。嘘でしょ、これ算数というか哲学じゃないですか。多分哲学ですかこれ。いや本当だよ、これすごいわ。誰が作ったこの問題。なんか手書きかと思ったらガチでプリントされてる。あ、もういいよ、まとめて買えばいいさ、このまま。値段まとめないで。ね、まとめて買えばいいってよ。あと売店のおばあに聞いたらいいよ。うん、今日はね、20日だから5パーフになってるしね、4は。もうわけわからん。いいはず。主婦目線。買い物忘れた、それは。行くよ、はい、行っていい、はい、はい、はい、てふりむの皆様、名古屋の皆様、お元気ですか？北海道のじゅんちゃんです。はい、じゅんちゃん、はい、うん、3連休最終日、台風が来るってことで実家から大急ぎで350キロ4時間ちょいでぶっ飛ばして帰ってきました。あー疲れたって、先日いただいたマンゴーの美味しさにすっかりハマってしまい、この間糸満のうまんちゅ市場でゲットしました。ーキーツマンゴー、めっちゃ美味しい、なまら美味しい、もうマンゴーのとりこ、お値段もお手頃でした。もう一つハマったのが金秀のチキン、衣がついてないヘルシーなやつ、前回行った時食べて気に入って今回は多めに買って帰ってきました。チキンとオリオン飲んでデザートにマンゴー、あ、沖縄行きたい、ではまたよって。すごいね、金秀からチキンおめげに持って行ったわけな、北海道。金秀のチキンってどんなの？見ぬ、あ、今ね、知ってんの？うん、110円でね、1本、うん、衣なしで今、あー、マギーや、揚げないやつで、揚げないチキンちって今出てる。前は揚げてて衣があった、ちょっとぶっといのだったけど、同じ、ちょっと一回り小さくなったんだけど、揚げてない。うまいんすか？グリルで焼いてるから。うまい。美味しい。美味しいんだ。1本110円。全員抜きね。安いさ、はいはいはい。はい。と、はい、メール、はい、次のメール。はい、じゅんちゃん、ありがとうございます。進化の実力見てみよう、はい。うん、はい。せっかく来たんだから。もう今のままだと、週1っていう情報しかこっちに来ないから。爪痕もっと残さないと。え、あ、はい。じゃあ、行きまーす。はい。ラジオはテンポよ。じゃあどうする、時間がギリギリなので、うん、ちょっと早めに名古屋降ってから終わってからやりましょうか。あ、じゃあそれまで下読み練習して、下読み、はい、最低10回はやるんだよ、うち。うちのメンバーみんなそうやってるから。というわけで、周さんさん、はい、呼んでもらえますかね。そして呼んで、はい、本当ですか。あ、じゃあ名古屋の皆さーん、エブリデイの春節さん。エブリデイですね。あれ、ということでですね、こんばんは、ダンサーズでございます。はい、んん、朗報でございます。うん、新たにですね、スポンサーさんが一件加わりました。はい、したいや。はい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 、いつもお世話になっております、コタンさんになります。あ、コタンさん、これからですね、はい、秋さん率いる、琉球ポリゴンでおなじみのライブハウスコタンさんになります。今月から入っていただいたということで、はい、また一層盛り上がるかと思います。
はい、ありがとうございます。はい。はい。それとですね、うん、あ、ちかさん、はじめまして。はじめまして。あ、名古屋のダンサーズと言います。あ、はい。はじめまして。はい。はじめまして。ですね、今からですね、ちょっと内緒の話なんですけど、はい。今、左隣に座ってる方なんですけど、はい。あ、こっち、はい。はい。はい。激しく毎朝動かしてるそうです。ちょっと。いきなりのゲストね、レディーですよ。ちょっと、ダンサーさん。困りますよ。それ。激しくって、何を激しくとか言ってないですけど。いやね、ね、まあ。近くにも激しくは言いますけども。はい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 、はい。ええ。そんな。まあ、いろいろですね、激しく動かすということは、はい、いずれはですね、うんうん、ピカピカになっちゃうということなので、はい、ね、そのピカピカ。あんまりこすりすぎたらダメってよ。ピカピカなるよ。あ、そんな、だからそういう猛攻なんですね。やばいよ。わかりました。じゃあ猛攻もですね、活性化させなきゃいけないかということで、そこでですね、一度カンフル剤として、この方に一発、お話しいただこうと思います。どうぞ。はい、こんばんは。味噌煮込みスキーです。はい、こんばんは。名古屋、スポンサーが、スポンサーさん増えたということで、ますます名古屋活力、すごい。だからね、よかったね。はい、ありがとうございます。名古屋中継もね、一層盛り上げていきたいと思います。おー、すごいです。スポンサーさん。はい、そして、ちかさん、はじめまして。はじめまして。しゅんすいさんのラジオの時は、ゲストを出て、はい、出てて、そうですね、そして、コメントさせていただきましたけど。ああ、ありがとうございます。でも、あれですね、イノワの方でラジオされてますよね。はい、そうですね。毎週金曜日にやってます。何でしたっけ、ピカピカ頭ナイトでしたっけ。ちょっと。めちゃくちゃやわね。めちゃくちゃやもん。チカピカボイスです。チカピカボイス。全然違うよね。惜しかったですね。めちゃくちゃ惜しくない。めちゃくちゃやもん。ね、また同じ曲ということで、また一層盛り上げてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、そしてですね、そうそう、お便りで、神戸の、あ、兵庫のですね、みーさんからの、火事の話ですよね。うん、うん。あ、さっき来てたよ。はいはい、そうです、そうです。みーさんと、すごいいい店だねって言った後にですね、ニュースで、ぼや騒ぎがあってですね、うん、ちょっとびっくりしたんですよ。うん。あれ、火種仕込んだんじゃなくて何したそれラジオで言っていいんですか、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。誰も聞いてない。そして、この、ちゃんと復活しましてですね、営業してますので、皆さんご安心ください。よかったです、よかったです。よかった、よかった。はい、神戸もね、たくさん美味しいものがあるんで、また多分、みーさんとは食べ歩くと思います。おー。そしてですね、まあ、そろそろお待ちかねのですね、王子に登場してもらいましょうか。王子どうぞ。ハロー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 。どちら様？滑り王子でございますよ。こんばんは。こんばんは。ああ、はあ、こんばんは、ちかさん、はじめまして。はじめまして。今日も本当にね、初めてお会いする方にはね、今日ちょっと早いですけども、もう早速ね、エールを送りたいと思いますんで、もうスタジオのみんなはね、もうみんなわかってることなんですけども、ちかさんのために、はい。エールをね、送りたいと思います。よろしいでしょうか。これ、花粉さ、この部分だけ花粉下げとくんだって、はい、花粉は下げないでね。あ、下げないの？下げないでよ。ちかさん、しゅうさんさんには内緒ですよ。お背中流しましょうか。なんかすっきりした感じに なるんじゃないでしょうか。どう？ちょっと今日まずかったですね。今日まずかった？感じだと思うんですけどね。今日結構会心の滑りですね、これ。今日会心の滑りだと思います。え、そうですか？いつにもなく、本当に素晴らしい滑りだったと思います。これは滑りじゃないですもの、エールでございますよ。ちかさん、ちょっとご意見をお聞かせください。あ、聞こえませんでした。
ちかさん、ナイスコメントありがとうございます。ナイスコメント。ナイスすぎる。あの、ツイキャスコメントをたくさんいただいております。NK さん、すっきりしたのは王子だね。北海道の純ちゃんさんも、札幌は寒い。そして、泉佐野の特急サザンさんも大阪も寒いって、全国的に冷え込んでしまいましたよ。ね、あの沖縄ニワンチュールさんからも、もう下げていいですか。サウロー兄さんからもですね、最近キレがないかもって来てますね。なんだ。どうしたんですか。王子やばいですよ。王子どうしたんですか。王子どうしたんですか。ね、あのね、ちょっとね、本当のこと言うとね。あのちょっと腰を痛めましたね。何をしすぎで、頑張りすぎたわけじゃないんですけどね、あの一応シューさんさんに負けないように金、うん、に2回で頑張ってますけども。あ早いな。あのやっぱりあの寒くなるよね。あの皆さんね、スタジオ入るときはマフラーを持ってきてください。さあ、もう冷え切ってしまいましたので、名古屋中継はこれぐらいにさせてもらいます。ですね、その方がいいと思います。ありがとうございます。はい、また来週。閉店ガラガラ。あ、もう勝手に下げたんで大丈夫。あ、ですか。もう下げた下げた。チーカーどんなだったか。カルチャーショック。名古屋は。カルチャーショックでした。カルチャーショックだよね。それはカルチャーショックだよ。ね、びっくりだよね。でも、雨っていいところもあるらしいよ。分からんけども。 あ、ね、あの、ナルトロさん、徳島も寒くなってきたって。おお。マスク効果ですか。で、サウラお兄さんは昭和基地並みって。昭和基地だねって、もうこの寒さ。南極です。と、はい、メールいっかじゃん。はい、メール読みます。はい、練習してないけど読みますね。はい、フリームーンメンバーの皆さん、ゲストのシュウさん、いや、シュンスイさんとチカさん、名古屋チームの皆さん、大阪からこんばんは。はい、こんばんは。沖縄ンチュールです。はい、ワンチュールさん、はい、いつもありがとう。まさに先天の霹靂でしょうか。安室奈美恵さんが来年で引退という衝撃的な報道が流れましたね。某公共放送のニュースでも大々的に報じられていましたよ。先週、故郷沖縄での25周年、リベンジライブでは大いに盛り上がったばかりだけに、この引退報道には驚きを隠しきれません。はい。確かに最近では活動が以前より少なくなった気がするのは私だけではないと思います。アムロファンの方も、そうでない方も、引退まで見守っていきましょう。はい、沖縄ンチュールさん、ありがとうございます。はい、そうか、このカンペはそういうことか。なんでひらがなで晴天の霹靂って書いてるのかなと思ったら、読めなかった。沖縄ニワンチュールさんの難しい、これそういうことか。俺もバッと見たときに多分読めないんだろう。あ、え、なんでアモロナメはあんなに引退するわけ。はい、ナミエさんは、それはもうナミエに聞かんと分からないんじゃないですか。友達みたい。でもね、友達ですか。来月のモアイで。モアイやってるの。モアイマジやってるよ。最近お金しか振り込まない。本人来ないから。出るはずよ。ちょっと今これやってるかもしれないです。来月来るって。あ、言ってました。ラインしてんの。知ってる。怖いなこの連中。すごいな。うち3000円モアイなんだけど。安っ。足途中で波へ取って逃げないか。それ言っちゃダメ。連絡も取れない。デイジローや。今から2周目だから来月から。いや、待って。あれ取って逃げんから。とやりかい。上位飛行機中の渡辺さん。はいはい、じゃあ。久々にメール言っちゃうんだよ、ペイさん。あ、僕か。ああ、もうごめん。じゃあ今、自分言うからやっといて。自分言うからやった。あのこっちの、はい、じゃあフリムメンバーの皆さん、名古屋チームの皆さん、ゲストの春水さん、ちかちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、浦添ののりでーすと。はい、のりちゃん、はい、はじめまして。あっちにあのリンゲスの人がいるから。あ、ヨーガリとなんだ。はい、あ、本当、うん、はい、テーマフリー、はい、皆さん聞いてください。はい、免許取って32年、やっと
やっとですよ、うん、金色ゴールド、ゴールド免許、おめでとうございます、ね、計算はないでしょ、青が、青3年が10回、青5年が1回、青5年は惜しい人に考慮してるみたいですと。ではではこの後も頑張ってくださいということで、あ、ゴールドおめでとうございます、おめでとうございます。ちょっと痩せた？4キロ焼かれてるんで、9ヶ月ぐらいになった？4キロあーゴールド、はい、こっちゴールドの人、はい、手挙げて、はい、嘘でしょうか、あれゴールドって都市伝説ですよ。いや、見たことないですよ。 俺こっちに来て1年目でゴールドから青色に戻った。こっちに来てじゃん、こっちじゃん、あ、沖縄に来てそうそうそう、あの都にいるときはゴールド持ってたけど、あっち純粋いないの、あっちいやんよ、そうそうそう、で沖縄に来て、まあ守るとしかない、守るとしかない、当たり当たり当たり、ね、言うけどあのバスレーンでやられた、あーバスレーンね、わからんさ、はいはいはい、こっち来て本当来て引っ越し屋入って、初日からトラック運転できるだろ、はい、持たされて4トンわからんで、バスレーン入ったらすぐおいでおいでされて、え切られた、あれね、もうちょい分かりやすく用意してくれないとね、うん、あの、ナイちゃんも結構切られるって、レントが、ね、分からないで、あれ、アメリカたまんでるさ、あったん分からん、そうそうそう、アメリカたまん、はいはいはい、はい、じゃあメール行く、はい、また、はい、はい、時間ねえの、はい、タイトル、俺も斉藤由紀のパンツかぶりたいなって、はい、パンツかぶる、フリムンラジオの皆さん、名古屋の皆さん、ハルキンさん、チカさん、リスナーの皆さん、はい、こんばんみ、はい、100円ライターといえばチルチルミチルライターだというラジオネームジャビオドエース、はい、今日はフリーということなので、最近台風のせいなのか、朝夕と過ごしやすくなったせいなのか、風邪気味の人が増えているみたいで、スーパーのレジのお姉ちゃんも何人かはマスクしている人がいました。あれってメイクが億劫でマスクしているのか、はたまたひげを剃るのが億劫だからなのかと、レジ待ちしながらしょうもないことを考えてましたが、オイラって病んでるのかな、病んでるね、ホワイティさんならどちら、メイク派ヒゲ派ってきてます。どっち派、ホワイティさんはヒゲですよね、鼻毛派最近見えない鼻毛がね、あれ正直に言うと、あのインフルエンザ対策、うん、だってお店の人はね、お店の人はお店の人もね、ホワイティさんがボケてる途中でなんて真面目なことを、ね、すまないと、あの切らないとまだメールがいっぱいあるんで、ちびげって見えてるかみんな。ごめん。じちか。客か。じか。もう時間ないんで客か。これこそ晴天の霹靂ってね。とはいはい、次まだメール残ってるか。はいはい、ヤッホーキラキラのモーラですって。フリマの皆さん、はい、名古屋の皆さん、春水さんこんばんは、お疲れ様。今日のテーマもフリー、業務連絡、ごめんですけど、カルちゃんの誕生日12月の何日か今度教えてください。はあ、今日の柳さんの番組でフリムーンリスナー読まれていたよ、もうみんな泣きそうだったよ、安心しろ、ピッチだ、みんなこれ泣いてるんじゃなくて漏れてたんだってよ、みんな泣いてたんじゃない、漏れてたの、モミーさんが泣きぼっちのもうバレてきてますね、うん、やばいね、いつも放送も終わりに感激で泣いてますもんね、うん、泣いてたね、スタジオのこそっとね、吐き替えてる時だったね、泣きだからチーカパッキン買っとるよ、うん、パッキン覚えとくで、パッキンって何ですか、ゴムよ、ゴム晴天の霹靂ですね、うん、そう棒読みよ、いや丸中紹介ってから晴天の霹靂ありますかね、姉ちゃん12ミリぐらいの、あっ何でもあるから、何でもある、晴天の霹靂持ってるよはいはいはい、次、はい、まあ、というわけで、まあ、来週のテーマじゃこれいいんじゃないかと思って、はいはいはい、怖いテーマ、はい、ノースが、はい、晴天の霹靂いいね、生放送ラジオで、生放送らしいね、一応皆さん意味は分かってますよね、チーカ説明してあげて、説明、はい、チーカ、晴天の霹靂は、うん、あのめっちゃ晴れてる日のことです、うん、おいチーカ、お前本当大丈夫かおい大丈夫、春水ならいけるよ晴天の霹靂は、あの晴れてる日に、うん、あれです。なんで？いや、これ真面目に言っちゃっていいですか？稲妻が落ちることですよね。バシッと。だからもうすごい、こう、なんだろう。びっくりすることですよね。あの、そう、びっくり。ドッキリのことです。
なるほど、最初ボケようとしたけど、そう、もうこれどうしようってなって、うん、あの、いやいや普通に言っちゃった、ちゃんと言って、チーカーのチビぬぐいだからね、これ。あ、そっか、そうだ、歌手がみんなフラーと思われたら大変でしょ。そうっす。ってことで、お願いします。はいはい、晴天の霹靂ですよ。ありがとうございます。うん、まあ、はいはい、大喜利でもいいですよね。大喜利で文字ってね、晴天の霹靂を、どうやって、晴天の晴壁とかね。オッケー、晴れた時に晴天しないとか。はい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 、はい、じゃあ今日、はい、だと、はい、MC モーミー、はい、はい、最後言わんければよかったと思ったイケペイでした。お相手、チカと、春水です。はい、あ、こっちです。はい、はい、ミキサーのエコザイルでした。ありがとうございました。はい、じゃあまた、ありがとうございました。